はいさーい、今回はですね、読谷にね、謎の占い師のお店があるということで、はい、お前いいっすか、占いっすか、占いで未来予知とかそういった系ですかね。そういった系なのかな。ああ、なるほど。なんかとりあえず聞いた話によると、うん、お店の中が結構すごいみたい で今からその占い師のお店に行きたいと思います。お、行ってみましょう。ちょっと興味ありますね。はい、はい、読谷まで来ましたね。はい、ロフ取ってくれません。え、なんか怖いですね。ちょっと行ってみますか。はい、ちょっと不思議ですね。あ、階段が、階段が大丈夫この階段ちょっと木造でなんか揺れてますね。俺が乗ったら割れないかな。大丈夫かなこれ大丈夫だけし。あ、怖いなこの階段。あ、占いって書かれてる。ちょっと怪しい感じですね。なんか魔女の家みたいな、なんか羊の頭蓋骨みたいなのありますけど。おお、なんかフランケンシュタインみたいな。結構怖いぞ。なんだこれサイレントヒルじゃないもん。目が動きそうで怖いんだよ。ねえ、怖いですね。うわ、なんでこれなんか目ん玉が飛び出してるみたいな。うわ、怖っ。何これ怖いんだけど。何これ、フレディなのこれなんだろう。可愛らしいですね。可愛いけどちょっと不気味ですね。なんでこんなところにマイク・タイソンがいるんですかね怖いだろこれ。狂気を感じますね。大丈夫ハールさん好きそうですね、こういうの。払いますか。店員さんいますか。すいません。はいよ。店員さん喋らないんだけど、ちょっと見てみましょうか。人形説だよこれ。人形じゃん。人形でしたね。料金払いますか。はい、料金払いましょう。注文はそのせいでレジ金お願いしますと自由なんですよ。自由すぎますね。3円ってスーパーなんですよね、近くに。3円の半額弁当1時までダッシュです。良心的ですね、めっちゃ、うん、持ち込み OK。 はあ、すごいな。とりあえず払いますか。うん、じゃあ1000円ですね。占いプラス飲み物代、ワンドリンク自由ですね。勝手に開けていいですかこれ。あ、なるほど、これがワンドリンクですね。これワンブラックコーヒー。これコーヒー、コーヒーもあるですね。舐め回すようにみたいですね、これ。ホラーだ、ホラー。はぁ、怖っ。お化け屋敷ですね、完全に。今から占いするんですけど、撮影の方はちょっと NG になっちゃいました。はい、なんで、あ自動 SE。 なんかノリいいけどカメラもあったら緊張するみたいですね。じゃあ早速占ってみますか。はい、じゃあ占ってもらいましょう。はい、とりあえず将来のこと、将来のことテーマなんか聞かないといけないんで、テーマ決めましょう。今で何聞きますか。 YouTuber っていう職業はどうなのかとか。あ、なるほど、かなり真面目ですねちょっとね、占いは真面目に聞きたいんで。俺はなんか金運、将来的にちょっとそういうところ聞こうかな。俺とハルさんと同じですよね、結局。そうです。じゃあとりあえずやりましょうか。やりますか。お願いしましょう。はい。占いの結果ですね。はい。これなんかハルさんはなんか結構いい感じですね。背中に羽が生えてるって、地に足がついてない状態って言ってて、うん、すごいいいみたいです、僕は。なんか世界を股にかけて頑張るみたいな。将来的にジャーナリストになるって言ってました。はい、で一方俺なんですけど、はい、なんかこんなにダメにされるみたいな病んだ女が来て、うん、その女に取り込まれて俺は朽ちていくみたいな。そうどん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 一緒に病んでいって、はい、最終的に心中するみたいなこと言ってて、もう天と地の世がやばいっていう、ね。はあ、でさらにですね、なんか俺来月死ぬみたいですね、結局話によると生きたとしてもなんかもうどの道長くはないみたいな。そう、まあ俺占い信じないですからね俺言われ放題、そんなわけがあるかと。なるほどね。俺はそんな占い信じねえぞっていう感じですけどね。占いは占いですからね。占いは占い、もう100%ではないですか。そう、信じるか信じないかはあなた次第。あ、そうですね。未来を変えるのは自分しかいないんですよ。こういうこと言いました。そんな占いなんかネタやってたらね、余計人生ダメになっていきますよ。まあ、でもこういう場所があるってことですね。そういう場所がありますから、気になった人がいればぜひ来てみてください。そうですね、なんか結構趣味面白いんですよ。そうですね、結構ね、ちょっと入りづらいオーラすごい出てるんですけど、うん、入ったら入ったら、入ってみたら入ってみたらね、こうやってお客さんもいますからね、こうやってね、店員さんもね、いい人でね、うん、話しやすい感じ、なんか面白い感じですね。ちょっとこっち系だったけど、他っぽかったですね、ちょっと喋り方が、うん、はい、ということで今日はロフトですね、読谷にある読谷のロフトに来ました。はい、で皆さんも来てみてはいかがでしょうか。そうですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。皆さん、廃材探偵団のサブチャンネルとゲームチャンネルができたわよ。あちらの左上の2チャンネルをクリックすると、僕をクリックしたら画面が飛ぶよ。そして
穴、オレンジ色の謎の生物をクリックすると、ガクをクリックすると関連動画に飛ぶことができる。わーすごーい。みんなも見てみてね。バイバイ。いっぱい押してほしいところがあるんですね。あ、ボタンでは押してみたかった。昔のバスだこれ。よいしょ。これは鳴るんか。これよりジェットエンジン点火します。怖い。なんかあ、ハブシだ。リアルハブシ。サダ。何がサダなの。目が動いてるし。目が動いてる。怖い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 。狂気を感じざるを得ないな。サイレントヒルなんだけど。お、俺か。びっくりした。自分にびっくり。この店長の趣味がいいですね。ね。ちょっと着替えそうですね。いやー、いいですよ。こういうの好きっすよ、めっちゃ。たけし、こんなチャッキー T シャツ着てますからね。着てるけど、なんかちょっと若干ここに来たら弱いんですよね。押されてる感じあるな。押されてる感じあるんですよ。だから何て言うの、フランドペン。ちょっとこっち行ってみましょうか。あ、こっちトイレじゃん。うわ、このトイレ怖っ。おお、びっくりした。テーブルがびっくりした。トイレしたいかっていう。怖い。もう威圧感ありますね、こっちね。見てください、これ目ですからね。怖すぎだろ。トカゲ、あ、日本人形一番怖い。こんなトイレ落ち着かないだろ。もうこれとか見てるし、こうやってさっきした。あ、怖っ。なんだこれ。これが見なくて、うわ、虫だ、虫。なんか書かれてますね。最近隠しカメラがありそう、マジックミラーでしょとか。あ、なるほど、これがマジックミラー。多くなりました。その通りです。こら、あるか、そんなもん。見たい時は直接覗きますって。あら、面白いですね、こっちの。あ、幽霊を見るスイッチって。幽霊に会えるスイッチ。幽霊じゃあオンにしますか。うん、こっ、びっくりした。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 よし。出ますか。まあ、こんな感じですね。あ、ゲームあるじゃん。64ありますね、ここに。スーパーマリオ64ある。ヨッシーストーリー、神ゲーですね、これ。神ゲーがあるんですか。いろいろありますね。これよくわかんない。初めて見た。炎のチャレンジャー、夏。イライラも。懐かしすぎだろ、炎のチャレンジャー。これ、ぷよぷよでしょ。ポケモンスタジアム2、夏。栄光のセント&リユース。読みにくいっていう。ね、よくわかんないやつ。すごいですね。スマブラ9回ってなりましたけど、まあ確かにスマブラ高いですからね。スマブラないんだ。64イコールスマブラ機っていう専用機って感じですけどね。確かに。アンパンマンのパチンコがありますね。大趣味のアンパンマン。アンパンマンのパチンコ、今なら いくらぐらいで売ってんだろう。ちょっとアンパンマンのパチンコの価値調べていい？